YouTube 校のれいかです。今回も初級レベルの振り付けレクチャー動画になってます。振り付けのポイントはためを意識することです。それではレクチャーどうぞ。はい、じゃあレクチャー始めていきます。最初足は右足からワン、エン、ツー連れます。で、手はこのまま手パーでしっかり手先まで力入れてください。横から前じゃなくて、しっかり横から。ワン、エンの前まで持ってって、ツーで上げます。で、この時もしっかりここで四角形できるように、手がこう頭の下まで来ないように、頭 1.5 個分ぐらいで投げてください。ワン、エン、ツーで。一緒に行くと、せーの。ワン、エン、ツー。はい。ここもしっかり胸使える人はドンかつけたら首を右回って、これもこうただ首をこう右と前にするだけじゃなくて、しっかり下通って右、下通って前、ブンかしながら体はアップのリズム。ワン、エン、ツーできたらスリー、エン、フォー。アップの時に首も右、前です。アップ、アップ。しながら、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォーの時に手を下ろします。スリー来たら、エン、フォーで手は後ろ。こう。で、前から見えないように、こう、ブラッとならないように、後ろまで持っててください。ワン、エン、ツー、スリー、エン、4、来ました。さあ足が5で伸ばします。右足は、イーブン、6、で、7の体勢。ブンで右足上げて、で、下ろす。パー、イーブン、6、7、ブン。はい、しながら手は5でした。今、手下に持ってて、パー、ブンで伸ばす。パー、イーブンで曲げます。ダウン。シックス、横から前、このまま、セ、ブン、エイ。はい、手だけいくと、伸ばす、しっかり体の横で伸ばす、曲げる、これ横から前、このまま、胸に持ってくる。ファー、イーブ、シックス、来たら、セブンで右手刺す、ブン、エイ。で、一発目は、しっかり斜めに刺す。斜め、あとは横、横、横、まっすぐ横に下ろす。パー、イーブ、シックス、セブン、エイです。一緒に行くと、パー、イーブ、シックス、セブン、エイ。はい、ここまでいきましょう。セブン、ワン、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー。イーブシックスセブン、来ました。手がワン、エン、ツー、セーブン、エイ。じゃあ、トで伸ばします。セーブン、エイ、トワンで引く、ワン、エン、ツー。これ絶対まっすぐ引いてください。肘からこう下がったりしないように、しっかりまっすぐドンドンか、来たら反対、エン、ドンドンか、エン、引く。次2回目は天井をブー、反対、ドンドン、上。これこうまっすぐ、なんかこう手のひらが前向かないように、手のひら天井をブーって感じで、ここに丸の壁があると思ってブーってのぞるイメージ。ドンドンか、ドンドンか。足が、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイブ、シックス、
前と一緒。出す、戻す、出す、つける、出す、戻す、出す、つける。これを2回繰り返す。で、ただこう足を出すだけじゃなくて、しっかりダウンのリズム。ダウン、ダウン、ダウン、ダウン。このダウンのリズムずっとできるように。のと、ダウンのリズムとってても、こう頭の高さが変わってないとダウンしてるように見えないので、しっかり頭の高さ変わるぐらい。カッ、ドン、カッ、ドン、カッ、ドン、カッ。しながら、ド、セ、ブン、エ、ト、ワ、エン、ツ、エンジュリー、スリー、エン、ホ、エン、ハ、イーブン、シックス、セブン、エイです。はい、じゃあここまでやってみますか。セブン、はい、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファー、イーブン、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、間違えた、OK。 よし、じゃあここから頭から行ってみます。せーの、はい、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、ウェー、セブン、ウェー。はい、ここまでで半分です。はい、じゃあ5番いきます。5、6、7、8まで来ました。そしたら、ここから後半ちょっと難しいです。7、8来たら足は1、右左で1歩前に出ます。で、しっかり体も下、ちょっと下、1歩下もできるので、2段階で下がってください。では、はい、はい、はい、来たらドンドン、2回倒します。ダウン、ダウン、右ダウン、次左ダウン、しながらドン、ドン、したら次足を真ん中でスルー、ドン、ドン、カワン、エン、ツーです。しながら、ここめっちゃ溜めてください。ワン、エン、したらツー、エン、手は斜めにこう書いてほしい。ワン、エン、ツー。で、手の手首から、手先から、こうじゃなくて、こう斜めに書くっていうよりは、こう、もう本当に間の間開かないぐらい、こっから、うーって書いてください。もう水を、うーって書くイメージ、斜めに、こう、しながら、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エンってやります。で、フォーで、フォー、手は左に出す。で、グーしながら足もツー、エン、スリー、エン、フォーです。ここ一番溜めてほしいかも、今日の振りで。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。はい、いける人は頭からブーン、頭を右にうーで、体はまず頭だから次肩をちょっと前から右か左肩をグーッと後ろに書いて、このまま3、向いたらこのまま足を上げる、1、2、3、4です。1、エン、ツー、スリー、エン、フォー。来たら、エンにつけます。スリー、エン、フォー。エン、足だけいくと、フォー。エン、後ろにつく、左足、そのままボルテージ、パー、ビール。ここ2回だ。ドン、ドン、パー。エン、もう一回後ろについて反対。ドン、ドン、パー。です。フォー、エン、ハー、イール、シックス、セブン、手が2、3、4、4来たら
そのままファーイブで右に持っていきます。この手をこう頭からちょっとくぐってあげるイメージ、ドンドン、この時にダドンドン、パッ、あとファーイブシックスをってくる、ファーイブシックスを押してクスで右足後ろに持っていく時に手も右に持っていく。でこのままもう一回くぐって、2, 3, 4, 5, 6, 7, 8です。はい、じゃあ最後の前に行きますね。5, 6, 7, 8できたら、手がと、1, 2, 3, 3回。ドン、ドン、ドン。これも胸でドン、ドン、ドンできる人。しっかりこも、N、1、2、3。こもしっかり食べる。ここがアクセント。1、2、3です。1、N、2、N、3来たら、手は N で横、4で入れる。この時は胸を出す、入れる。で、手はグー、横。で、これ、手のひらがこうなったり、こうなったりする人めっちゃいるんですけど、手のひらずっと下で、どっちも。手のひら下のままグーで開く、このまま入れる。です。手は、1、2、3、and 4。です。足は、ファーイブ、シックス、セブン。できたら、と、まあ、さっきの、1、and 2、and 来たら、3M はちょっとつま先だけ上げる、上げる、つま先上げる、で一回つま先上げます。1 2 3 and 4、これもしっかりダウン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 しながら1 2 3 and、 間違えた、1 2 3 and 4 です。5 6 7 8、トーで準備してください。ここからトーで持ってきて、1 2 3 and 4。たらここから最後がもうちょぴっと難しいです。1 2 3 and 4。じゃあ手だけいきます。and 4 and 5。まず右手を上、下。そしたらこの右肩を左手のここに近づけて離す。上げる、下ろす、肩、戻す。これがちょっとややこしい。めっちゃ簡単だけど、一個ずつやるとちょっと難しいです。頑張って。3 and 4 and 5。イブシたらクス伸ばします。クスセブンエイ、これしっかり遠く肘伸ばす。で右手を肘からグッて寄せる、ここから寄せる、で反対伸ばして寄せる。ここにグッてお肉をギュッと集める感じ。ドンドンカッ、しながら1 2 3 and 4きました。足ここボールチェンです。ボールチェンジたら肩当てるときに後ろの足、左足を伸ばす、つく、これしっかりフレックスで出してそのままつけます。3 and 4 and 5、いぶし、ここで前、いぶし、クスのとき左手を下ろしていいので、いぶし、クス、遠くから、セ、ブン、エイ。このリズムを2回しかないんですけど、しっかり出せるように、これは、このダウン。ダウンのリズムのまま、こう板だと思って体を、この体を後ろに、ドン、ドン。で、膝を前に出す。腰
始末、スリー、フォー。これ5から見たら、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、エイ。なんか胸だけ入れたり、なんか肩だけ引いたりするんじゃなくて、しっかりここ全部いただと思って、グッと後ろに引く。ツー、スリー。このリズムのまま、腰を八の字かけます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セ、はい、しっかり腰は八の字。こう、こう、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セ、はい、しながらこれにプラスかかとを前に。グッて押し出す。ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、セ、エイト。で、本当はこれめっちゃ練習してほしいんですけど、今回2回しかないので、2回だけ。ドン、ドン、カ。で、こう後ろに引くのは結構簡単なんですけど、この円の時の体、前に倒すのができない人多いので、引いたらしっかり円で前に倒してもう一回引く。この円がないと全然後ろに引いてるように見えないから、しっかり前から体を持ってくる。ドンカドンカです。最後だけいくと、ワン、エン、ツーだけます。での、はい、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、ファ、イブ、シック、セ、ブン、エイ。はい、じゃあ後半つなげていいですか。後半からいきます。5から、セ、エイ。もうゆっくり、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、エン、ファ、イブ、シックス、セ、ブン、エイ。と、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファ、イブ、シックス、クッセ、ブン、エイ。はい、じゃあ全部つなげます。頭からいきます。ゆっくり、セ、ブン、はい、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファ、イブ、シックス、セ、ブン、エイ。と、ワン、ツー、スリー、フォー、ファ、シックス、セ、エイト、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セ、ブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファイブ、シックス、セ、エイト。はい、最初のこことか、さっき言ったこことか、ここ、とか、ここ、とか、溜めれるとこっていっぱいあって、で、溜めるときに結構使うのが、ここのグルーヴ、胸あたり。手もまあ大事だけど、胸めっちゃ使うので、しっかり胸のアイソレとか、胸を意識してみてください。出したり、入れたり、とか。基本的に早取りにならないように、ここもしっかり音聞いて、リズムは1、N、2、3、N、4けど、ちょっとおそろりで取ってみるとか、こことか結構おそろりでいく、ファー、イブ、シフス、セブン、エイぐらい見えるようにしっかりおそろりしてみてください。頭から音の速さでいきますね。どんぐらいだかな。ファー、シックス、はい、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファー、イブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シックス、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、エン、ファー、シックス、セブン、エイ、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ファー、イブ、シックス、セブン、エイ。はい、また行きましょう。
動画終わります。皆さんいかがでしたか？今日のポイントはためを意識することでした。速い曲に比べてゆっくりの曲は普通に踊っちゃうとめちゃくちゃ淡々と見えちゃうので、しっかりためるとこはためてメリハリがつけれるようにしましょう。この動画を見てたくさん練習してみてください。インスタグラムに載せてタグ付けをしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。